遠い思い出のようなちぎれた夢、ちぎれた夢のような遠い思い出、つなぎ合わせたいんだ、一緒に。待っていたよ。彼に会ってきた。彼は君によく似ている。抜け殻、いや、これが本来の姿か。そんなものに意味はない。君はどうだ、本当の名前を覚えているのか。またあいつの夢だ。な、許せないだろ。うん、腹が立ってきた。サイファーやりすぎだよね。町でいろんなものが盗まれてるのは事実だし、サイファーとは長い因縁があるから、俺たちを犯人だと思うのも先歩譲って許してやってもいい。でもとにかく許せないのはあいつら俺たちが犯人だってあちこちで言いふらしてるってことだ。おかげで世間様から泥棒扱い。こんな腹立つことあるか。ない、俺はないね。かつてない。さてどうしてくれようか。犯人を探そう。俺たちの無実を証明するんだ。それ面白そうだね。サイファーはどうするんだよ。それより俺たちの信用回復だ。真犯人を見つければ誰もごちゃごちゃ言えないだろ。大変だ。ないよ、僕たちのがなくなってる。
あれ？俺たちのが？え？これ何？が言えない。でも僕が言ってることはわかるよね。がなんだかわかってるよね。盗まれた。俺たちのだけじゃないって言葉も盗まれたんだ。どんな泥棒だよ。これは確かにサイファーどころじゃないな。だろ。よし、まずは聞き込みだ。あれ、心が帰ってくる。目覚めはもうすぐだな。ロクサス、行こう。盗っと許せんもんよ。なんだと？頭の悪い会話だぜ。なんだと？俺たちのお返してもらおうか。犯人はお前しかいないもんよ。盗まれたのはお前の敗北の決定的証拠だ。どうした？燃やしたか？まあがなくなっても過去は変わらないけどな。再現。それはいい。腹を見せて降参すれば見逃してやらないこともない。ロクサス、
ロクサス、落ち着いて。俺にひざまずけ。せい、タッチ。いや、くだ。本気出せよ。俺にひざまずけ。はっちせいせいあっちせいせいおりゃ止めやっちはっせいそりゃ止めたたやっあっローマンチックに決めるぜ。俺を退屈させるな。止めサイファーは調子が悪いんだもんよ。大会筆記。うわなんだあいつ。犯人？なんだこれ。あの人が店長になってから俺が最初の客だったんだ。だからその記念。思い出の写真なんだね。あれ、やった、言葉も取り戻した。なあ、犯人はどんなやつだったんだ。わからない、ただ写真が落ちてたんだ。それじゃあ俺たちの疑いが晴れないぞ。ツーショット。ロクサス嬉しそう。そんなことないよ。ねえ、盗まれた写真は全部ロクサスが写ってるやつってこと？そうか、だからみんな私たちを疑ったのね。サイファーが言いふらしたんじゃなかったのか。本当に俺の写真ばっかり？うん、ほらこれもね、全部でしょ。犯人が本当に盗みたかったのはロクサス自身だったりして。バカなこと言うなよ。こんなやつ盗んだって何の役にも立たないだろ。ひでえ。
どこだ、ここ。誰？そっちは？回復率 12%。 13機関目、ここを見つけたようだ。しかし、ノバディはなぜ写真を盗んだんだ？どちらも単なるデータだ。奴らには区別できなかったのだろう。さあ、あまり時間がないぞ。波目を急がせるか。どこだよ、ここ。俺の部屋は、家は、島は？リク、帰っ…誰だ？奴らはどこにでも現れる。お前がキーブレードを持っている限りだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。行ってこい。友達を探すならなおさらだ。ギョ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 。僕グフィ。俺ソラ。行くよ、俺も。キーブレードはハートレスにとって邪魔なものらしい。そう、鍵。キーブレード、鍵。これが問題は少年の方だ。ついに鍵穴まで見つけおった。キーブレード。キーブレード。何だったんだ。あ、すいませんでした。ありがとう。僕たちずっと一緒にいられるのかな。そうだといいのにね。は？なんだ突然。いや、なんとなくちょっと思っただけ。ま、実際俺は無理だと思うけどな。でもそれは大人になれば当たり前だろ。大切なのはみんなで何回会うかじゃなくて、みんなを何回思うか、これだ。似合わないセリフだね。お前らアイス返せよ。てか、この重い空気はなんだ。昨日の思い出泥棒のせいだよね。違うね。もうすぐ夏休みが終わるから寂しい気分になってるだけと見た。というわけで提案。みんなで海へ行こう。なぜなら、俺たちこの夏休みは一度も海へ行ってない。青い海、青い空、電車に乗って海へ行こう。ダメ？なんだよ。お金あんまりないんだ。なこと任せろって。
いよいよ明後日だな。決勝は俺たちで戦おうぜ。で、どっちが勝っても賞品は4人で分けるってのはどうだ？うん、いいな。2人ならやれるかもね。頑張ってね。約束だぞ。Thank you.
実はね、みんな頑張ったから最初のお金と合わせてなんと、すでに5000マリンあります。おし、切符買いに行こう。いつまでも一緒にはいられない。思い出たくさん作っとかないとな。え、付きあり。うわお、あロクサス、あと3分。わかった。少年少女4枚。ロクサス、お金。あれ？ない。あ？盗まれた。どこ行くの？俺、さっき転んだだろ。あの時に盗まれたんだ。きっとあいつが犯人だ。あいつ？まだ毒は言ってないはず。お前何の話をしてるんだ。誰もいなかったぞ。え？でも、え？あれ？ああ。誰もいなかった。溶けちゃうよ。ごめんな。もう気にすんなって。でもわけわかんないよね。不思議。そうだな。空を感じているか。空を感じているか。回復率 28%。 ナミネ、急げよ。海を作るのは簡単なんだろう。敵の侵入経路を増やすだけだ。これはどうする。ふん、シーソルトアイスでも食べるか。あの町のものは現実世界に持ち込むな。それは消去しておけ。鍵を持つ者なら分かっているはずだ。異なる世界に属する者は互いに干渉してはならない。私諦めない。いつか必ず新しい世界に行くわ。よってここにソラ、ドナルド、グーフィー3名をヒーローの卵と認め。ちょっと、何で卵なんだよ。お前たちはまだヒーローの何たるかを心得ていないからだ。僕は願う。ジーニーを自由の身にしてくれ。ある。いやーい。僕はハロウィンの王失格だ。気を落とさないで、ジャック。また新しいハロウィンを考えましょう。今度は私も一緒に。力を。ムシュです。キーブレードの勇者になったら子供の遊びは卒業か。リク、こんなとこで何やってるんだよ。カッパ見つかったのか。俺、空を飛んだ。すごいよな、空を飛んだんだ。エリに話したら信じてくれるかな。俺も探してるんだ。お前の光を見失うなよ。空、どこか行っちゃうの？
俺もね、探してるんだ、友達を。ドナルドとグーフィーはどうしたんだ？お前が探してるのはあの二人か？それとも。君は誰？こんにちは、ロクサス。うん。君は…どうしても会っておきたかったの。俺に？そう、君に。オレットの買い物に付き合わされてるんだ。ロクサスも一緒にどう？それより今のは。ごまかしてるし。まあいいでしょう。それじゃあロクサス、後でね。おう。幽霊屋敷へ行ったのかな。やろう。何やつ？なんだかわからねえが激しく気に入らないぜ。適当なの使え。ロクサス、キーブレードを使って。え？
やったはやそりゃたはたたおりゃたおりゃ